こんにちは、ビットトレードワンの武田と申します。今回ご支援いただきたいのはこちら、レボメイト。無限回転、押し込み可能なダイヤルに10個の小型ボタンを搭載。 LED はカスタマイズ可能。これらの機能を備えたクリエイター向けのデバイスです。それでは企画考案者であるイラストレーターのジャコさんからデバイスについてのお話を伺ってみましょう。世の中にはデジタルで絵を描く際の入力補助に利用できるデバイスが数多くあります。しかしそのどれもが私にとっては物足りないものでした。その理由の最たるものが連続入力可能な入力装置、つまりホイールやダイヤルといった入力装置を備えた多ボタンデバイスがほぼ存在しない、もしくは入手が著しく困難であったためです。絵を描く際、キャンバスの回転、キャンバスの拡大縮小、ブラシサイズの変更といった操作が直感的に可能なホイールやダイヤルを備えたデバイスを必要としていました。しかし現実にはそれらを備え、かつ複数のボタンを持ったデバイスが入手はできない。そこでないなら作ってしまおうと思い立ったのが始まりでした。レボメイトはダイヤルの存在を第一に設計しました。回しやすく手元を見なくとも常にアクセスできるようダイヤルを大きくし、中央に配置し、左右どちらの手でも使うことができるようボタンを左右対称に配置しました。またキーボードなどの入力機器と共存できるようサイズにも配慮しました。こちらはイラストアプリサイレの作業風景です。レボメイトに回転や拡大縮小、左右反転を割り当てています。クリップスタジオでもモードを切り替えるだけで同じ操作で同じ動作が可能です。もちろんフォトショップでも。試作品はすでに完成しており、今回のファンディングが成功すれば2018年3月頃にお届けできると考えています。レボメイト、クリエイターのためのデバイス、ご支援をお待ちしています。